ジガ。ジガ、ディーガとは、パナソニックが発売している、VHS レコーダー、DVD レコーダー、BD レコーダーのブランドで同社の登録商標、日本第3218,180号の2、である。ジガは、DVD の D、ギガ、ギガのイがを組み合わせた造語である。かつては、DVD ラムの録画、再生のみに対応していたが、2005年春、 発売モデル以降 DVDRW の録画、DVD ビデオ方式のみ、再生、R、RW の再生にも対応するようになった。さらに、2006年秋モデル以降は D D、DVDRW の VR モード録画にも対応した。松下が DVDRW の全面開放に向かった。背景には、ゴース三夜の一つで RW 陣営の、 ヒットだったパイオニアが不採算のため地での開発中止に追い込まれ、松下との提携を模索していたことが挙げられる、シャープとの資本提携で同社から OEM 供給を受けることになり、結局破断に終わった。なお、c p r m 対応 DVD-R は2005年夏、モデルから DVD-RDL は同年秋モデルからの対応である。 また、2006年発売の DMR-BW-200 や2007年以降発売の iLink TS 端子搭載モデルでは2008年から発売が開始された HDD 搭載ビエラと接続し、ダビング、ムーブすることが可能。インターフェースやリモコンは VHS を踏襲している。本体は持つボタン数は他社と比べ少なく、リモコンもボタンすっきり簡単くるくる。 リモコンと称している通りボタン数が少ない。また2006年モデルまでは HDD 容量が当時の最高級機種 DMRXW50、DM BW200 でも 500GB と他社の製品に比べて控えめだったが2007年に 1TB、1000GB のモデル DMRXW51、DM BW900 も発売れた。待機電力が高くなるが 電源を入れてから1秒で録画などを開始できる設定にすることも可能である。これは当時世界最速の起動時間だった。さらに2005年春モデルでは 4.7GB ディスクに4時間録画可能な LP モードの加質を大幅に向上させたこの録画機能を松下はカタログなどで高解像度 LP モードフル D1 と称している。近年ではジモラ ディモーラと称したインターネット上からの予約録画などを行える機能を装備しているブロードバンド環境必須。要会員登録。2008年3月31日まで一部サービスが有料だったが、リニューアルにより4月1日にすべてのサービスが無料になった。しかし2011年7月から自動録画予約の結果表示や HDD の 残量通知及び予約重複通知など、PC や携帯へのメール通知サービスが有料になった。なお、新しいジガの BZT シリーズ及び BWT500、BRT300 以降のジガでは、有料のメモラ、ミモーラサービスを通し、PC や携帯、スマホ及び iPad から録画済みシーンの再生操作を行うとも可能になった。 2011年以降モデルはシングルチューナーモデル BRT-BR BR シリーズの一部を除き USB HDD 接続と BDXL100GB Blu-ray ディスク6際に対応。本体 HDD 容量がいっぱいになってもつないだ。外付け USB HDD への録画と USB HDD から BDDVD へのダビングができ、加えて 従来型ブルーレイディスクから大容量の 100GB、ブルーレイディスクへダビングできるよう、BD から HDD への書き戻し、ムーブバック機能も追加されている。また2011年以降モデルは別売りの簡単リモコン、第 RM10 にも対応しており、付属モデルもは、このリモコンを用いれば、付属リモコン使用時とは異なる画面表示となるため再生時に、 自分専用の録画番組のみを表示でき、他人が録画した番組のご消去を防げるようになっている。さらにビエラ各機器の付属リモコン及びパナソニック以外の他社製機器も操作可能な汎用リモコン RPRM202 でも D がを操作可能、ただし基本操作のみで予約などの特殊操作には非対また RPRM202 で D がを操作する場合は、 あらかじめ操作機器を DVD に切り替えておく必要がある。アナログ AV 入出力端子は2012年春、モデルより全機種 S 端子と D 端子を全廃し、コンポジット映像端子のみ搭載。HDMI 搭載テレビにする必要はないが、シングルチューナー普及モデル、BRT シリーズコンポジットアナログ AV 端子が出力のみとなり、 ビデオデッキなど外部アナログ AV 機器からのダビングは不可となった。そのため必要な場合は注意が必要である。2013年以降モデルはアナログ AV 出力端子を全廃し、t v 受蔵機とは HDMI ケーブルでしか繋なげなくなった。このため、ビエラ2005年以前、モデル LX500PX50LX50LD60 シリーズ以前、および ブラウン管 D65 シリーズ以前のビエラリンクイコール HDMI 端子非搭載機種との組み合わせ付加、従来型アナログ TV 手像機における外付けデジタルチューナーとしての使用も不可さらに登場当初はほぼ全機種に搭載されていた光デジタル出力端子は現在トリプルチューナーの BZT シリーズとトリプルチューナーに加えチャンネル録画機能搭載の BXT シリーズのみへの搭載となり、W チューナーの BWT シリーズとシングルチューナーの BRT-BR BR シリーズは光デジタル出力端子を廃止した2011年発売の DMR-BWT510 と DMR-BRT300 がチューナー及びシングルチューナー D がの光デジタル出力端子搭載最,最終モデル。なおパナソニックでは ディーガ専用レンズクリーナー RPCL720A を発売。他の BDDVD 用レンズクリーナーを使うとディーガが認識せずエラー表示が出る可能性があるのでディーガのレンズクリーニングにはパナソニック純正 RPCL720A の使用が推奨されている。また日立製作所の BDDVD レコーダー自社生産撤退に伴い 日立の子会社日立リビングサプライエ、D がの OEM 品がしばらく、日立系列店、日立チェーンストール限定モデルとして供されていたが、2012年モデル、DVLBRT12、DMRBWT520 の OEM を、最後に、日立リビングサプライへの D が OEM 品供給は、終了。2013年以降は、日立の HDMI 連動機能、ウーリンクが、 ビエラリンクと同一企画であることから本家である D ガが日立チェーンストールでも供給されている CM には2003年にボブザップと妻吹里氏が出演した2006年は同社の薄型テレビビエラ同様に小雪が採用される2007年11月発売の最新モデルではブルーレイジがは引き続き2010年7月までは小雪置きをしたさらに ハイビジョン自画には、綾瀬遥を新たに起用した。2010年8月からは、ビエラ同様、滝川クリステルが起用された。2015年5月から放映されている、全自動、ディーガのテレビ CM では、綾瀬に加え、すでにパナソニック製白物家電、冷蔵庫、洗濯機、ルームエアコンなどや、メンズシェーバー、ラムダッシュにも用されている、西島秀都が、 新たに起用されている。共通の特徴として、HDD2007 年秋モデル以降は、DVD-R、a ムにも、2ハイビジョン録画が、可能、3波、地上、BS110 度 CS デジタルハイビジョンチューナー搭載、操作手順を音声で案内、HDMI 出力端子を装備していることが、挙げられる。なお、XW シリーズでは、以下のことも可能である。 なお、BZT シリーズ、BWT シリーズ、BW シリーズ、および BRT300 では以下のことも可能である。音楽 CD を手軽に HDD へ録音したり、SD カードで取り込んだ画像を HDD や BDRE などへ記録できる機能も搭載。世界初となるワイヤレスモニター付け HDD レコーダー。 AC 電源内蔵の HDD レコーダーとしては、世界最小、最薄のコンパクト設計で 320GB の内蔵 HDD と無線 LAN を搭載した HDD レコーダーとバッテリーを内蔵したタッチパネル式のワイヤレスモニターが1セットとなっている。HDD レコーダーにはシンプル Wi-Fi 機能も搭載しており、無線ブロードバンドルーター不要で手軽に、 お部屋ジャンプリンクを楽しむことができる。さらに、無線 LAN による通信が安定しない場合には、自動的にオリジナル映像からの画質低下を最小限に抑えた映像データに圧縮する転送レート自動変換機能を搭載し、電波状況が悪い場合でも、カクつきやブロックノイズを最小限に抑えることができる。HDMI ケーブルを利用して、 テレビと接続することも可能で HZ モードを使用すれば最大約15倍の長時間録画尿。また、録画中や録画した番組を視聴している場合でもワイヤレスモニターで別のテレビ番組を視聴することができる。外付け USB ハードディスクによる増設にも対応している。タッチパネル式のワイヤレスモニターはシンプルな操作画面を直感的に操作が可能で。 画面を払うようにフリック操作することでチャンネル切り替えができる。2013年モデル、同年6月15日発売は、レコーダーとモニターの無線通信に必要なアンテナをレコーダー側、モニター側ともに2本ずつ搭載したことで、アンテナ感度を高めたほか、別売りの無線 LAN 中継機、DV10W を設置することで、これまで受信しづらかった場所にも快適に閲覧できるようになった。 また、ウェブブラウザ機能が追加され、レコーダーをインターネットに接続することで、モニターからインターネットの閲覧ができるようになった。AC アダプターはマグネットタッチ式になり、利便性を高めた。なお、2014年モデルは相性をプライベートビエラに変更した。2010年9月中旬より、DIGA にも SPS 認定の系列店限定モデルが初登場。 ブルーレイ D が DMR BW695、2010年秋モデルが、その第一号となった。ただし、D が公式サイト及おび取り口には、非掲載で、SPS 認定系列転用、カタログチラシ類にのみ掲載。なおビエラでは、TH-50、42PX77、42 S を皮切りに2007年度より、SPS 認定、パナソニックショップ限定機種を、 販売開始。2011年春モデルでは、3DD デーガにも SPS10 限定モデルが登場。その第一号は、DMR-BZT701 である、後に3 d ビエラにも SPS10 限定モデルが登場し、その第一号は、THP50、P46、P42VT33。同年秋モデルでは700シリーズより1ランク上の、 800シリーズに初めて SPS 点限定モデルが登場 DMR-BZT-8152012 年春モデルは前作とは異なり800番台シリーズに系列点限定モデルが設定されずその代わりそれより一大海外の700番台シリーズに系列点限定モデルが DMR-BZT-725 として設定されいるただし HDD 容量は両反転、兼用モデル BZT720 より多い 1TB。DMR BW695 BZT701 BZT815 BZT725 は、両反転兼用モデルの BW690 BZT700 BZT810 BZT722 パナソニック純正 HDMI ケーブルが、 付属品として追加され、初心者でも簡単にビエラ等と接続できる工夫がなされている。ビエラリンクバージョンを搭載。その他仕様は、BW690BZT700、BZT810BZT720 等、共通。また、BZ815、725以外の機種は、簡単リモコンも付属品として追加されている。なお、 ビエラ2011年春以降モデルは IR システムモニター出力 S2S1 映像入出力側面ビデオ入力3の各端子が全廃された従来型ビデオ入力端子数は上位モデルは後面2系統イコール内ビデオ2音声端はアナログ音声出力にも切り替えか普及モデルと 24V が対価の小型モデルは D 端子を含む後面1系統のみに おのおの大幅削減。このためアナログチューナーのみ、搭載の従来型録画機は再生専用となって、デタル放送の録画ができなくなり、今後の TV 番組録画は、デジタルチューナー内蔵録画機と組み合わせた場合のみ、可能となる。このため、SPS 向けの D ガパンフレット2011年春号には、デジタルっぱなしの録画ができない、パナソニック製従来型アナログ録画機の機種一例が、 掲載されており、DEGA への買い替えを流す内容となっている。d が g a 全機種には録画予約が簡単にできる番組表、G ガイド機能を搭載。VHS 一体型モデルは地上アナログ放送予約時にのみ機能する G コードも閉載。W 番組表の左端に広告が入る。DEGA は SD カードスロットを標準装備。 登場当初2006年モデルは最大 2GB の SD のみ対応。2007年から2009年モデルは最大 32GB の SDHC まで対応。2010年以降モデルは最大 64GB の SDXC までフル対応。SD メモリーカードに記録されたデジカメ写真やハイビジョンムービーを閲覧したり、 D-DOC などの SD コンポで録音した音楽を聞くが可能。2014年生産分の機種まで。内蔵 HDD 経由で DVD ラムへもダビングか。HDDCD から SD への録音もか。ただし CD レコーダー機能は非搭載のため SD、HDD から CDR、CDRW への録音は不可。動くアルバムメーカー搭載モデルは SD カードの音楽も。 個人として楽しむ場合に限り作品 BGM に使用化。D がで録画した番組は SD カードにダビングして、ビエラワンセグなどで視聴できる番組持ち出し機能が2009年以降製造の D が全機種に搭載されている BR シリーズを除く。初期モデルは地デジのみだったが、現行モデルは全てのデジタル放送番組を SD カードにダビング化。 上位モデルはワンセグ画質に加えフルセグ画質でもダビング可能。ただしフルセグ画質でダビングした番組はワンセグ画質のみ対応の機種では主張不可。この番組持ち出し機能を用いる場合は録画時に持ち出し番組作成項を有効にしておく必要がある。また SD カードにダビングした録画番組は BD、DVD へダビングした場合同様にダビング可能回数が ダビングした数だけ減少する、ダビング可能回数残り1回となった番組は、ムーブとして、最終ビング後に、HDD から消去され、お部屋ジャンプリンクによる視聴ができなくなる。かつての D ーガは、SD オーディオ6歳機能を搭載し、音楽 CD の楽曲を最大4万曲まで12倍速で、D ーガ HDD に取り込め、さらに、HDD から、SD カードへのダビングも、 可能だった音楽 CD 採示は有線あるいは無線 LAN 経由でネットへ繋げばグレイスのとより曲のタイトル情報取得か動くアルバムメーカー機能搭載機種は個人として楽しむ場合に限り HDD および SD に取り込んだ音楽 CD の曲も撮影ビデオデジカメ写真 BGM として使用かただし撮影したビデオ映像デジカメ写真を d がの 動くアルバムメーカー機能を用いて編集し、第三者へ付する場合、市販音楽、c d b d DVD ソフト、放送、YouTube などから HDD および SD に取り込んだ楽曲を BGM として、無断使用する行為は著作権法違反で罰せられるので、必ずディーカ内蔵サンプル BGM を用いなければ、ならないイコール著作権法に基づく、楽曲使用許諾にはジャスラック。 各アーティスト所属事務所、楽曲発売元への各種手続きと所定の著作権料支払いを要する。発売当初は D が全機種が SD オーディオ6彩機能を搭載していたが、パナソニックが SD コンポ、d ドックと SD オーディオ再生機能を搭載したビエラワンセグ、生産をコンパクトステレオシスム、SCHC40 とビエラワンセグ、 SVME970 を最後に2011年限りで終えたこと。さらに、音楽 CD から HDD 及び SD にダビングされた楽曲が海賊版として出回り著作権、侵害事案が増えるのでという懸念が、レコード会社側より出た旨を受け、D 側、SD オーディオ6歳機能の廃止を徐々に進め、2009年から2012年モデルは、シングルチューナー機種、BRT。 BR シリーズが2013年モデルは加えて W チューナー機種 BWTBW シリーズがそれぞれ SD オーディオ6再機能廃止2014年秋冬、以降モデルからはこれまで SD オーディオ6サイアンドグレイスのとアクセスの搭載モデルだったトリプルチューナーチャンネル録画機能搭載上位機種 BRZ, BRX BR シリーズも SD オーディオロックサイアンド、ネット経由による音楽 CD タイトル情報取得機能を廃止したため、SD オーディオロックサイアンド、グレイスノートアクセス機能搭載 D がは事実上の終焉を迎えた形となる、2013年下半期、翌2014年上半期までに製造された、トリプルチューナー搭載の上位機種、BXT90。 870BZT-9600 が SD オーディオ6サインド、グレイスノート、アクセス対応、D が最終モデル。現行モデル BR、BRZ、BRW、BRS、BRX、SW シリーズ以降は、グレイスノート経由による音楽 CD タイトル情報取得機能とその各曲を HDDSD へ取り込む機能が廃止され、 音楽 CD は再生専用となった動くアルバムメーカー機能使用時のみ撮影ビデオデジカメ写真 BGM 用として音楽 CD1 枚分の曲を最大99曲まで D が HDD のアルバムメーカー補題、へ録音保存が可能だがこの時は以前に保存した曲データが上書き消去されるまたポータブルビエラ現行モデルプライベートビエラも SD オーディオ再生機能は 全廃されている。初期の D 側、コンポジット端子、S 端子、D 端子、光デジタル出力端子、HDMI 端子を搭載した機種が一般的だったが、年式が進むにつれ従来型アナログ端子数は減少。現行モデルは、HDMI 出力、光デジタル出力、コンポジット入出力、USB の各端子を1系統ずつ搭載するのが一般的となった。 上位モデルは USB 端子を前後面を合わせて最大3系統のし、さらに iLink 端子も搭載。2011年以降モデルは USB HDD 増設対応。なお S 端子と D 端子は2011年上位モデルを最後に全廃。さらに新アックス規定により2014年以降モデルは HD 画質、SD 画質を問わずアナログ出力が 全面禁止となったことから BXT3000 を皮切りに従来型アナログ出力端子を全廃し TV とは HDMI エーブルでしか繋げない従来型アナログ TV 受臓機における外付けデジタルチューナーとしては使えない機種への置き換えを進め2012年モデルをもってパナソニック製 D 側アナログ AV 力端子廃止を完了翌2013年以降モデルより TVA の出力は HDMI 端子のみに統一されている。大半の D 側、ビデオデッキなど、従来型アナログ再生機器からのダビング用として、コンポジット AV 入力端子を1系統搭載しているが、シングルチューナーの普及モデル、BRT、BR、BRS シリーズは、コンポジット AV 入力端子非搭載のため、 従来型アナログ再生機器からのダビングは不可。シングルチューナー機の外部 AV 入力端子搭載は2010年モデル、BRT300 が最後。光デジタル出力端子は当初 D が全機種に搭載されていたが、現在はトリプルチューナーチャンネル録画機能を搭載した上位モデル、BZT、BXT、BRZ、BRX シリーズのみの搭載となり、 BZ9300 などの最上位モデルは、同軸デジタル出力も閉鎖。W チューナーシングルチューナーの普及モデル、BWT、BRT、BR、T、SW シリーズ以降は、光デジタル出力端子を廃止した。W チューナー及びシングルチューナーモデルの、光デジタル出力端子搭載は2010年モデル、BRT300 と2011年モデル。 BWT510 が最後。発売当初は電話回線端子が標準装備されていたが、電話回線を利用した双方向番組があまり普及しなかったことから2009年モデルを最後に電話回線端子は廃止され、現行モデルはラン端子のみの搭載となっている。上位モデルは無線ランも内蔵2011年以降モデルは スカッパープレミアム用チューナーと乱接続すれば、本体チューナーと合わせ複数番組の登録画家イコールトリプルチューナーモデルは最大4番組、W チューナーモデルは最大3番組、シングルチューナーモデルは最大2番組同時録画。普及モデルでも専用アダプター、d WL10 を USB 端子につなげば、無線 LAN 利用化。 ただし2011年モデル BRT210 は無線 LAN、お部屋ジャンプリンク USB HDD 接続、非対応。ヘッドホン端子は全機種非搭載のため、ヘッドホンは TV 除造機やアンプなどを経由してつなぐ形となる。アンテナ入出力端子は発売当初は地上波端子をデジタルアナログ別々にしていたが、2008年以降、モデルは地上波。 アンテナ端子をデジタルアナログ混合型に変更し BS110 度 CS 端子と合わせ従来の3系統から2系統に集約これにより地上波アンテナ線の接続端子を間違えて地デジが映らなくなるトラブルを防止2011年以降モデルは地上アナログチューナー非搭載となっているホームシアターシステム AV アンプラックシアターシアターバーシアターボードなどと 組み合わせて、ビエラリンクを用いる場合、シアターは必ず D がビエラ双方に挟まれる形、つなぐ。これは2006年以降製造の機種に搭載されている、電子説明書機能である、ビエラ操作ガイドの D が版。使用中にわからない事柄が見つかった時や紙の取扱説明書に書かれていない事柄をしく知りたい場合、リモコンの ボタンを押せば D が操作ガイド画面に切り替わり、活用方法を音声で解説する。これは D レネにパナソニック独自の機能を追加したもので、2009年以降、製造のブルーレ r ディ d がビエラポータブルビエラに搭載されている。これまで LAN 接続により使える機能は、アクトビラ、LAN 対応プリンターをつなげば、アクトビラコンテンツの印刷もか、 一部、インターネットコンテンツの利用、双方向番組への参加、最新版ソフトウェアダウンロードのみだったが、お部屋ジャンプリンクはこれに、録画した、d ィー g a の番組及びディー g a で受信した放送を、LAN 経由で、別の部屋のビエラで視聴可能にする、機能が追加されている。さらに、d e g a 2 0 1 1年モデルは、スカパー HD 録画が、欄経由で可能、ただし無線、LAN、では、 通信が途切れきちんと録画されなくなる恐れがあるのでありランでの接続を推奨。登場当初は有線ランのみ対応の機種がほとんどだったが2010年秋冬以降のモデルはほとんどが無線ン内蔵、無線ン非搭載機でも別売り無線ンアダプタを D がやポータブルビエラの USB 端子逃げば無線ン経由でお部屋ジャンプリンクしようか。ただしつなげる無線ンアダプタは パナソニック製大 w l 1 0のみで他社製アダプタは使用不可。なお優先欄でパナソニック製機器同士をつなぐ場合はルーターを返さないン接続も可能。ただしこの場合のンケーブルはストレートではなくクロスを用いる。2010年秋冬以降のモデルは DEGA の録画番組に加え DEGA で受信したデジタル放送をパナソニック製お部屋ジャンプリンク対応的に転送する。 放送転送機能が追加され、これにより地デジ専用ポータブルビエラでも BS110 度 CS 放送が、LAN 経由により視聴可能となった、無線 LAN 内蔵モデルは、DMP HV200 のみ。DMP BV200、300、HV100、50、150は別売り無線 LAN アダプタ台、WL10 を USB 端子につなげば無線 LAN、使用化。2009年モデル BV100 は、 無線 LAN、放送転送非対応。また、ビエラワンセグも2011年以降モデルよりお部屋、ジャンプリンク対応モデル、SVME970、870、メガボルト100が登場し、ME970 は加えて、インターネットも使用ィ D ガからの番組を無線 LAN 経由で受信可能となった。ただし優先 LAN には、非対応。また、D が2011年モデル DMR。 BWT510、BRT210 BR との組み合わせは不可。なお転送元の DIGA がネット、アクトビラなどを使用中や BD、DVD 再生中は、クライアント機器における DIGA で受信したデジタル、放送視聴及び DIGA で録画した番組の視聴は不可。クライアント機器でのソフト視聴は DIGA で録画し、HDD へ記録された内容のみで、BD。 DVD 再生映像のジャンプリンクは、不いコール BD、DVD へ録画番組をダビングし、録画元データが HDD より消えた場合も素内容のジャンプリンク不可。なお、お部屋ジャンプリンクは、D a の録画番組及び放送を滝へ転送するサーバーと D a からの録画番組、放送を LAN 経由で受信するクライアント以上2つの機能があり、 D スへ置きビエラ最新モデルの上級、中級機は両方の機能を有している2009年モデル2010年春夏モデルはサーバー機能のみ。ポータブルビエラビエラワンセグはクライアント機能のみまた D がビエラ2009年モデル、全機種と2010年春夏モデル 3DD が BRT シリーズは無線ラン非対応 D ガ2009年2010年春夏モデルは 録画番組転送のみで放送転送機能はなし。2010年春夏モデル全機種と2011年モデル BWT510 は別売り無線段アダプター大 WL10 を USB 端子につなげば無線段が使えるが、本機の電源、設置及び本機で録画中は放送転送不可。二千十年春夏、モデルは D 画で録画した番組のみ、転送可能で放送転送機能は、 非搭載。お部屋ジャンプリンク使用時は、クイックスタートが自動的に入りとなるので、待機電力は時刻表示消灯時でもエコモード時より増え、加えて2011年モデルではエコ待機モードで電源切った場合、お部屋ジャンプリンクは使えない。このお部屋ジャンプリンク機能を使うには対応ビエラディーガに、加え無線ランルーターが必要。パナソニックは、 無線 LAN ルーターを自社生産していないので、他社製品を使用。無線 LAN 非対応機につなぐ場合、お部屋ジャンプリンク非対応モデルを LAN 接続して、アクトビラなどを使う場合は、有線 LAN ルーターあるいは無線欄呼気が別途必要。さらに、電話回線はあらかじめ、ADSL、光ファイバー CATV 等のブロードバンド契約になっている必要がある。また無線 LAN の場合、 別の木座橋の部屋にある機器では、状況、宅内間取りや電波の届き、具合により通信が途切れることがある。この機能は長らくパナソニックの独自仕様で、他社の DTCPIP 対応機器では、録画番組の再生はできても、放送転送機能はできなかったものが多いが、他社製品で放送転送機能が利用できるものとデリクシムは、 アンドロイド向けが2012年冬頃より発売された機種の一部と iOS、iPhone、iPod、Touch や iPad 向けとして、リクシムデジタル TV が対応している。ただし他社製の BD レコーダー薄型テレビが、有するディールネとの互換性はなく、ポータブルビエラへの録画番組、受信放送転送は、パナソニック製、ビエラディーガからのみ可能。 HV72GHV62 は2005年に発売されたモデルで大手メーカーの VHS 単体機としては最後の新機種だった。松下はアナログチューナーのみを搭載した従来型テレビ受像機及び録画機器の生産を2006年限りで終了することを宣言。ブラウン管方式は撤退。液晶も今後は地デジ搭載モデルのみを 集中生産しアナログのみのテレビ受蔵機は2007年を8月限りでビデオデッキ単体機 DVD プレイヤー内蔵系を含むは同年2月限りでアナログチューナーのみの自我も同年4月限りでそれぞれ生産を終了したまたポータブル DVD プレイヤーもアナログチューナー搭載機種は DVDLX97 が最後ワンセグチューナー閉鎖 二代目 DVDLX88 以降はワンセグのみの搭載である。掲載のモデルはすべて地上デジタルチューナー搭載。同じ横の列にあるのが同クラス後継である。空欄は該当機種なしの場合。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。